そう、化け物め、くんら、あバルバガン。なんだ、すっかり調子よくなったみたいじゃねえか。よかったな。おかげさまでね。シグムント様は？あっちだ。俺はしんがりだ。わかった。後でね。おう。ユージンさん。治療はうまくいったようだな。おかえり。で、そっちの子たちは？こんにちは。僕、ルカって言うんだ。私はロカ。よろしくね。モンタナ村でいろいろ力を貸してくれて。詳しい話は後で聞かせてもらうよ。それより先に行ったシグムントが心配だ。そうだな。追いかけるぞ。ユージンさん、悪いがガキどものお守りを頼みたい。それが現実的かな。アーヤ君とカペル君はエド君に同行してくれ。カペル、お前も残れ。カペル君は君と一緒に行かせるんだ。手は多い方がいい。シグムントの体のこともある。お前たち、ついてこい。ふん、偉そうね。あれ、なんか雰囲気が。リエンヌ？なんでこんなところに。リエンヌ？ほんと、何にも知らないのね。この世界の国々はみんなハイネールによって治められているわ。リエンヌはここブルガスのハイネールよ。王族なんて何の縁もないもん。知ってるわけないよ。普通はそんなものかもしれないわね。お久しぶりです、シグムント殿。ご無事で何よりです、ソレンスタム様。知り合い？星の読み手と呼ばれる高名な方だ。ブルガスの住民なら5つの子供でも知っている。星見？預言者だよ。ソレンスタムです。バカな、ありえない、ありえない。どうしたんです？ソレンスタムさん、とんでもないものを見てしまいました。何？起こってはならない未来。今はそれ以上は。未来。カペル、ソレンスタム様をユージンのところへお連れしろ。参ったな、火をつけるものがないや。カペル殿は嫁は聞かないのですか？え？そりゃダメですよ。失礼しました。そういったルナグラムを持つ方もいらっしゃいますからね。カペル殿もあまりルナグラムを使われない。それも鍛錬なのでしょうか？そんな立派なもんじゃないですよ。シグムント殿もあまりお使いにならない。シグムントさんも？私たちから見るとあなた方はとても不思議ですね。え、新月の民、カペル殿はご存知ですか？ええ。人は生まれた時、儀式を受け、ルナグラムを授かります。
ルナグラムは神から与えられる特別な力。一般的に生まれた日の月の満ち欠けでルナグラムの強さは決まります。はい。不幸なのは生まれた日が新月だった子供。彼らはルナグラムを受け付けない。故にルナグラムのない人々は新月の民と呼ばれてきました。不幸は言い過ぎでしょう。ルナグラムのない姓など不自然です。ありえません。ソレンスタムさん、新月の民はルナグラムによる力も技術も持たない。故に疎ましい存在とされてしまいます。カペル殿やシグムント殿のように使わないのと使えないのでは大きく違いますよ。少しおしゃべりが過ぎたようです。いえ、危ない。大したものだな、解放者シグムント。この力、闇講師が自ら相手にしたというのも今ならわかる。少しくらい会話を楽しんではどうかね。解放者と呼ばれるほどの男が。どけ。頑丈だな。ねえ、貴様。頼りないね。シールナイトを冠する者がそのざまかい。あの方がご覧になったらさぞや失望されるでしょうね。サランダか。手を貸せ。しょうがない。しっかり受け取るんだよ。来い。エドワルド。アーヤ。はっ。仕留めるぞ。了解。行くわよ、カペル。僕も?これは…あの方のようにはいかないけど、十分力は増しただろう。さあ、暴走しないうちに、早く型をつけな。暴走?力を注ぐ?何なんだ、一体。Thank you.